佐藤幸彦佐藤幸彦は静岡県富士市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時のポジションは主にミッドフィールダー。小学1年生の時にサッカーを始める。1992年に清水市商工へ進学。柔らかいボールタッチと卓越したパスセンスを武器に、1993年の高窓宮杯及び選手権を制した。 1994年には、背番号10をつけ、相対優勝と、高窓の宮杯を連覇。高窓の宮杯では両大会とも自身の得点が、決勝点となった。さらに国体でも連覇を経験。1995年に高校を卒業し、成り物入りで、清水エスパルスに入団。しかし、クラブにとって絶対的存在の MF、沢登正明と、 ポジションが重なったことに加え、地元出身のスター候補という周囲からの扱いも重荷になり、ベンチ入りもなかなかできずにいた。実践機会を増やすために、ブラジルのグレミオフブパに長期留学に行かされるなど、下積み時代が続き、サッカーの楽しさを感じられなくなりつつあった。1998年に自ら志願して、ジャパンフットボールリーグのモンテリオ山形に、期限付き移籍。 石崎信弘監督のもとで攻撃の中心としてトップ下に据えられ能力を開花させた。ゲームメーカー兼フィニッシャーとして山形を開幕からシーズン中盤まで首位回送させる原動力となり同年の JFL 新人王及びベストイレブンを受賞した。石崎は翌1999年よりダイブトリニータへと転任することになり、ダイブ遺跡、清水復帰、 さらに多数クラブからの獲得の打診と争奪になったが、J1 昇格を目指す熱意とサポーターの熱さに惹かれ、清水に席を残したまま J2 の FC 東京へと期限付き移籍。大熊清監督からは縦への突破力とクロス精度を買われ、山形で務めた司令塔役から右サイドのアタッカーへと転向することになった。当初はプレイエリアや、 視野の違いに苦しんだが、大熊やサポーターに認められるべく懸命に、シンポジションでのプレーを続けて、攻撃を引っ張り、J1 昇格がかかる、同年の J2 最終節では、自身の右足クロスから鏡健介の決勝点を、導いた。また、この年行われたナビスコカップでは、ニューヒーロー賞に輝いた。翌2000年に向けては、レンタル元の清水に戻る、選択肢もあったが、 フロント及びサポーターの熱心な引き止めを受け、FC 東京へと完全移籍した。この頃はまだ一般的な知名度が高くなかったため、国立競技場での選手紹介の際に、スタジアム DJ が斉藤幸彦をと名前を間違えたこともあった。2001年、新加入の MF ケリーに一時ポジションを奪われたが、全体練習後に、 長沢通るコーチの下でクロスを常人ではありえないほど繰り返し蹴り込んで向上を追求し5月になって夫人を変更してからはケリーがトップした佐藤が右サイドに入る形で先発に復帰長沢の助言を受けてオフザボールの動きも大きく向上しケリーとのコンビネーションは自ら運命的な出会いとコメントするほど絶妙なものとなった同年9月には フィリップ・トルシエ監督率いる日本代表候補に初選出。リーグ戦終了後には優秀選手賞として表彰された。2002年は負傷で出遅れていたところ、新監督の原博美は横浜 F ・マリノスからレンタル遺跡で石川直宏を獲得。佐藤はシーズン後半に復帰したが、石川の徴用は続き、右サイドのポジションを奪い返せずにいた。同年末に入籍。 2003年は複数クラブからオファーを受ける中、横浜 FM の優勝以外は失敗という目標提示を意気に感じて、同クラブへ期限付き移籍。岡田武史監督の下でレギュラーに定着し、右サイドから FW、久保達彦らへ高精度のクロスを放ってアシストを量産。クラブの J1 ファーストステージ、セカンドステージの完全制覇に貢献した。シーズン途中には、 石川と入れ替わる形で完全遺跡へと移行。しかし、2004年シーズン後半になると、田中春馬の台頭によって、控えに回ることも増えていた。2005年には、古巣の清水に移籍したが、直後の負傷によって出遅れ、その後も若手の台頭もありなかなか出番がない、状況が続いた。2006年6月、恩師石崎が監督を務める、j に柏レイソリへ期限付き移籍。 先発出場は限られたが、同年のリーグ戦前試合に、ベンチ入りし、FC 東京在籍時以来二度目となる J1 昇格に貢献。12月には柏へ完全移籍することが発表された。石崎は佐藤を右サイドではなく、セントラルミッドフィールダーとしての適性を買っており、柏では山形でも務めていたトップ下やボランチでも起用された。2007年シーズンをもって、 契約満了となり退団。2008年、J2 ベガルタ仙台へ移籍。山形とのダービーマッチで移籍後初得点を挙げ、持ち前の高精度のキックで短時間でも流れを引き寄せて得点につなげるジョーカーとして出場を続けた。同年クラブは J1 との入れ替え戦にまで進出したもののここで敗退し J1 昇格を逃した。12月にクラブから契約非更新が通知され、 一年での大談を余儀なくされた。仙台を去る際に残した言葉は次のようなものだった。一年という短い間でしたが、喜びも悲しみも常にサポーターと共に味わえた自分にとって忘れられない2008年でした。今年から JFL のビファーレン長崎で再びサッカーができるチャンスをいただけました。この喜びをプレーで表現して念願の J に昇格に、 少しでも貢献できたらと思います。最後に、ベガルタ仙台をこれからも愛し続けてください。ありがとうございました。J リーグ合同トライアウト参加を経て、2009年3月に、J リーグ準化メクラブである JFL のビファーレン長崎へ加入。当初は DF に配されていたが前向きに取り組み、本来の右サイドに戻ってからは得意のクロスで、健在ぶりを見せた。シーズン中盤には、 ゲームキャプテンを任され、2010年より正式に首相に就任。スタジアムの不備による J リーグ昇格断言など混乱が続いたが、チームメイトからは熱い信頼を寄せられ奮戦を続けた。2011年に B 級コーチライセンスを取得。2013年よりクラブは J に昇格を果たし、自身5年ぶりの J リーグでのプレイとなった。同年の出場機会は、 わずかとなったが、クラブにとって、その存在は大きく精神面でも牽引を続けた。2014年限りで20年間にわたった現役を引退。2015年、13年ぶりに、古巣 FC 東京へ復帰し、普及部コーチに就任。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。